どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのはトイプードルのモコちゃんです。でね、モコちゃんと一緒にやっていきたいと思います。それでは内容に入る。その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームルトレーニング、ズームル相談の方もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。ビビリナコとの信頼関係の築き方はどのようにすればよいですか？はい、ビビリナコって言っても、保護犬とかのね、お家に連れてきても 2,3 歳になっててからのビビリナコと、ちっちゃい時に、ね、お家に連れてきてお家でフルフルしてるパターンとね、2パターンあると思うんですけど、今回はね、お家に連れてきた時に、ちょっとビビリなワンちゃんだったらどうしますかって話をしていきますね。まずですね、自分たちってワンちゃんが怖がりさんだと、やっぱりね、刺激から遠ざけてしまうことが多い。無意識なんですけどね。だってワンちゃんが震えて怖がってるの見てたらかわいそうじゃないですか。ね、助けてあげたいなと思うから、刺激の少ないところにね、連れてってあげたりとか、怖がるならいいよねってしちゃうことがあるんですけども、それをしていくと、ワンちゃんたちっていうのはどん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 ね、いろんな刺激に対して過敏に反応するようになってきます。じゃあどうしていったらいいのっていうと、お家に来たばっかりの時期にもうすでにちょっと怖がりさんだなっていう側面が見えているということは、その子はね、精神的に定まってくる、いろんなこと自分の中で考え方が決まってくるのが早い子だと思ってください。なので全てね、やっぱりこう、なんだろう、早め早め、前倒し前倒しでね、教えていかないと、すぐにね、本当にビビリな子になっちゃうと思いますね。お家に来た時にちょっと神経質だなって思う子の場合は、そういう時からもうね、しつけ教室、トレーニング教室通って、いろんな人やワンちゃんとのね、接触を取るようにしていったりとか、あとはね、パピー教室とかパピークラスみたいなところでね、他のトレーナーさん、他の人ね、いろんな人に会ったりとかしながら、おやつもらったり触ってもらったりっていう経験をするかしないかでも、大きくなった時にかなり変わってくると思います。で、お家の中でもね、クレートですね、ワンちゃんが安心して入れるようにクレートとかサークルとかね、ケージとか用意していただけると思うんですけども、怖がりな子だとその中に頼りきって一回入ると出てこなくなっちゃう子も中にはいますね。そういう場合は、ずっとね、なくしとくのもかわいそうだし、ずっと出しとくと中に入りっぱなしになっちゃうので、時々ね、例えば日中はなくすんだけど夜寝るときは入れてあげたりとか、遊ぶときは、なくすんだけど休憩のときだけ入れるようにしたりしながら、ちょっとずつね、外部の刺激に慣らしていただけるといいんじゃないのかなと個人的には思います。で、怖がりな子っていうのは、何に対してもそういう反応を起こします。例えばお家の中でビクビクして物音に対して吠える子であれば、車に対してもそういう反応が出ると思いますし、知らない人にもそういう反応が出ると思いますし、知らないワンちゃんにもそういう反応が出ると思います。なので、もう来た時にね、なんかちょっとうちの子ビクビクしてるなっていう時は、お散歩ね、まだワクチン接種終わってないからお散歩床に下ろすまではしなくてもいいですけど、できればね、抱っこしてお散歩に行って、車が通るんだったら車を見せてあげたりとか、ここがこれからね、一緒にお散歩する道だよっていうのも、それもね、1回2回お散歩抱っこで連れてきましたじゃなくって、できればね、ワクチン接種が終わるまで毎日ですね、外には抱っこして連れ出してあげたりとかしていっていただけるとね、いいのかなと思いますので、ぜひね、そんな風にしてみてください。はい、というわけでね、外に一歩出るとワンちゃんたちには刺激がたくさんあります。で、見た時に、もうお家に来た時にちょっとなんかうちの子怖がりさんだよねって思うと、自分たちってどうしてもちっちゃくて可愛いから守ろうとしちゃうことが多いんですけども、人間も一緒ですけどね、やっぱりね、可愛い子には旅をさせろじゃないですけど、いろんな経験をさせてあげて、いろんな世界を見せてあげた方がね、大きくなった後にね、ワンちゃんの方が楽になっていくと思いますので、ぜひね、もういろんなところに連れてってあげて、もうね、可愛い子にはたくさんね、旅をさせていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、自分もね、ちっちゃい時、若い時の経験っていうのは、勝手でもしてくださいって話をね、よくするんですけども、やっぱりね、後からそこを補うっていうのは非常に難しいので、ちっちゃい時にね、こちらで意図的にきっかけを作らなきゃいけない時もあると思うんですけども、ぜひね、その時期、しっかり向き合ってみてはいかがでしょうか。
おお。Okay.